ズワイガニは、十脚目気仙ガニ科のカニ。深海に生息する大型のカニであり、食用のカニとして扱われる。ベニズワイガニなどの禁煙も、本校で記載する。甲羅にカニビルの卵が付着したオズワイガニメスの、ズワイガニ体色は、全身が、暗赤色をしている。甲は、膨らみがある三角形。ハサミ足と、第五胸足は、短いが、第二から四。 胸足が長く、大きなオスが足を広げると7 0トルになる。オスの幸福は最大1 4トルであるものの、メスは半分の大きさである。メスは生成熟すると産卵、放卵、陽性放出を繰り返す。日本産の個体は、ふわしの長節が長く、アシュシー、オピーリオエロンゲイタスラスボーン、1924として分類する見解もある。 ズワイは、細い木の枝のことを指す古語、祖が生まったものとされ、漢字で、ズワイガニとも書かれる。オスと、メスは、大きさが異なるために、多くの漁獲地域でオスとメスの名前が異なる。本書を記載した、ファブリチウスは、オットー・ファブリシウスで、動物分類学の基礎を築いたことで知られる、ヨハン・クリスチャン・ファブリシウスとは別人である。 被災者まで表記する際は、オーハブリチウスとして、性格を期すことが多い。日本の山口県伊東の日本海と、茨城県伊東からカナダまでの北太平洋、オホーツク海、ベーリング海に広く分布する。水深50から1、200メートルの砂底底に生息するものの、水深200から600メートルの深海と、水温例摂取3度の水域を好む。 食性は雑食性であるものの、貝類や多毛類などを捕食するほか、海底に落ちた魚介類、海洋性哺乳類などの死骸、自分自身の殻も食す。生まれてから親になるまでに約10年を要し、オスは11例で、漁獲巨濁サイズの甲羅幅90ミリメートルを超える。最終例からは4年程度生存する。最終例になると脱皮をしなくなるものの、 春季に脱皮をすると損傷した足は再生する。汚染海域では水銀やダイオキシンが蓄積する。産卵期はウイザン6から7月、計算2から4月。深海域に生息するため、脱皮、季節移動、寿命など生態の解明は十分ではないものの、オホーツク海での調査では、季節により生息域が変化し、有志により生息推進が変化していた。 交尾後に産卵された卵は、複節の内面にある腹子に付着して放卵され、1年から1年半、経過すると、孵化して、プレゾエアとなり放出される。放出後、親は短期間で、再び産卵する。したがって、成熟したメスは長期間、卵を抱いている。交尾時の精子は、メスの貯生能に保存されて少しずつ使用される。飼育実験によると、ゾエア陽性から、 メガロパイオ世紀の適正シ育水温は急摂氏14度、100日から1 2 0日で、血ガニとなり、着底する。2003年に、若狭案で行われた調査によると、メスは6万6千粒程度の卵を抱いており、恒例のメスはあまり放出しない。ズワイガニシオピーリオ、1788本種。日本海、オホーツク海、カナダなどで水揚げされる。 ホンズワイガニとして知られており、全国各地で地域ブランドとして販売される。濃厚な毛ガニやヤドカリした目で大きなタラバガニと並ぶ三大食材であり、オピリオで甘みを引き出す場合は鮮度に注意して熟成を行う必要がある。オーズワイガニシー、ベアーディラスボーン、1893ロシアなどで水揚げされる。オピリオよりも大きいため、シャブシャブに使用される。 ベニズワイガニシー・ジャポーニカスベニズワイガニシー・ジャポーニカス・ラスボーン1932オッピリオよりも水深の深い場所に生息する。足、胴の覆面含め全体に安褐色であり、加熱する場合は全体が鮮やかなベニー色を呈する。日本海、北朝鮮、ロシアなどで水揚げされる。オッピリオよりも殻が柔らかいため冷凍には向かない。加熱する場合は、 身が縮みやすいものの生鮮品では甘みが最もあり、ジャポニカスの刺身は帯量よりも美味しい場合がある。霞漁港で水揚げされたジャポニカスは保存の問題から兵庫県で飲み食べられるため霞ガニとしてブランド化されている。本種は1906年にアメリカ合衆国の海洋調査船アルバトロス号が日本海作動機水深960メートルで 採集した一匹の個体により、アメリカの海洋生物学者、メアリー・ラスバンが1932年に記載した。日本では存在も知られておらず、1950年に、田島沖で採集した11匹の個体により、山本浩二が和名を与えた。富山湾では1941年から赤ガニと呼ばれており、刺し網で大量に捕獲されている。現在では、山陰沖が主要な漁場。 資源保護の目的により、当初から、メスは、水揚げされていない。マルズワイガニチャーチアンマリタエ、1981、応援ウガニか応援ウガニ属であるため、厳密には、オピリオの禁煙ではない。南アメリカ、西アフリカなどで、水揚げされる。比較的安価であるため、缶詰に使用される。雑種生殖能力を持たないものの、 オスのオピリオとメスのジャポニカスにおける雑種や、オスのオピリオとメスのバルダイにおける雑種などが確認されており、それぞれ黄金ガニやハイブリッドなどと呼ばれている。水深200メートル程度から2000メートル程度が、主な魚場で主に、沖合底引きをカニカゴ漁で捕獲される。TAC 制度のため、海域により、漁獲量の上限が定められている。日本海での漁は、 沖合底引き網漁が主体となっているものの、カニカゴ漁、刺し網、板引き網漁も行われている。資源保護のため、省令により、細かく制限されている。例えば、新潟県伊東の海域と富山県伊勢の海域では、異なる。漁期以外の季節にカレーなどの底引き網漁で、混獲されてしまうものの、日本の漁船での捕獲は禁じられているため、海に再放流している。 生存率は30%で、実態は死んだカニの陶器に近いという疑問から、京都府農林水産技術センターらが2009年から2010年に行った調査では80%の生存率となる。この状態を解決すべく、混格されるカニを減らすための技術開発も行われている。資源回復を目指し、1964年頃から福井県や兵庫県などで、 飼育研究が行われている。冬における味覚の王様として人気が高い。塩茹で、蒸し料理、鍋料理、しゃぶしゃぶ、寿司、刺身、缶詰として食される。肉、カニ味噌、卵巣が食される。脱皮直後におけるズワイガニでは、淡白な風味を楽しめる。甲羅に付着する黒い粒子は、カニビルの卵であり、寄生虫ではない。 脱皮後の時間が長く、身入りが良い証拠言われる場合がある。しかし、実際は、カニビルの卵と身入りの良さに因果関係はない。カニビルの卵が付着していると見た目が良くないため、通販などで販売されるものはたわしなどで綺麗に取られている場合が多い。一方で、一般に小売りで流通するものは、数が多いことから一匹一匹をたわしできれいに取ることが容易ではないため、 見入りが良い証拠といって、そのまま売られているのが実態である。タラバガニなどの食文化を研究した、カニという道楽の著者である、ヒロウカツコによると、1960年代半ばまでは、現在のような高級食材ではなかった。干物や塩漬けにして保存できる魚類と違って、ズワイガニは、缶詰以外で大消費地へ運べる冷蔵、冷凍物流が十分整備されていなかったためである。 水揚げ地近くでは大きなカニは、旅館や豪農が仕入れていたものの、メスや小型のカニは安く売買され、子供のおやつや畑の対比にされることもあった。転機となったのは1962年に、大阪市道頓堀で開店したカニ道楽で、創業者の今津吉尾が鍋料理、カニすきや水につけたカニを、冷凍物流させる方法を考案した。高度経済成長期もあって、 大都市圏の消費者にカニ料理が人気となり、日本海側の観光産業もカニを集客の目玉に使うようになった。ズワイガニのモニュメントズワイガニは人気のある食材であり、名産地へのツアーが商品として扱われる。鳥取県アジロコウ、めぐみ長丸のタグ、エチゼンガニのオスとメス福井県エチゼンコ産の黄色のタグが付けられている。日本各地にズワイガニの地方名があり、 オスとメスでも呼び名が異なる。地方での代表的な呼び名に越前ガニや松葉ガニがある。地方名では山形県などで本市をダラバガニと呼ぶ地域もある。また一部の漁港では一定の基準を満たすズワイガニを地域ブランド化する動きもあり、足に色違いのタグを取り付けられる。一定の基準を満たすものに、ブランド、漁獲漁船名、所属漁港が明示される。 オス、編集なお、脱皮直後におけるオスのズワイガニは水ガニと呼ばれており、鳥取県では若松葉ガニと呼ばれている。メス、編集ありがとうございます。